どうもです。私はですね、今関西空港に来ております。まあ、それで今回なんですけども、2019年8月に就航いたしましたネパール航空、こちらでね、ネパールの首都カトマンズに向かうレビューをお届けしたいと思っております。今ですね、時間はですね11時41分でございまして、フライトがね1時55分、それぐらいのフライトで、だいたい今2時間ちょっと前ぐらいでございます。まあ、それでね、後ろ見ていただければわかると思うんですけども、 C カウンターということでね、こちらもうチェックインが始まっておりまして、今始まった感じですかね。それでも結構お客さん並んでますね。今回なんですけど、座席指定ね、こちらがねできなかったんで、ここでもうするしかないんですけども、窓側ぜひとも撮りたいと思ってるんですけども、撮れるでしょうか。結構並んでてちょっとびっくりです。というわけで今から並んでみましょう。関西空港は国際線ということで、かなり久々な気がするんですけれども、今回 C カウンターということなんですけど、こんなでっかいディスプレイもできておりましたね。今までね、あんな風なものだったんですけど、あれもだから時期に変わるということでしょうか。今ちょっと今風なかっこいいデザインになってますね、羽田空港とかでいたような。それでここがまあチェックインカウンターということで、かなり並んでますね。ネパール航空、あそこにフライトスケジュール書いてるんですけれども、月木土出発ということで、これでもね、もう一周越して1ヶ月ぐらいで就任が減ったらしいですね。今日たまたま火曜日、出発のやつを予約してたんですけど、それは予定通り飛ぶらしいんで良かったです。今回はちなみにエコノミークラスです。ネパール航空なんですけど、大手アライアンスには加盟しておりません。なので私はまあ普通に今回並んでるというわけなんですけども、ビジネスクラスはシャングリラクラスというみたいですね。まあ、シャングリラってホテルとかね、高級ホテルとかありますけれども、どういった意味だろうっていうふうに調べたんですけども、まあ、なんかイギリス人の作家の方が、こうなんか地上の楽園みたいな、そういった本を出版して、そこからなんかシャングリラって言葉が来てるみたいなんですけども、まあ、ネパールも何かしらこうイギリスの、ね、文化が入っているということで、シャングリラクラスというふうに、こういったビジネスクラスを言ってるんでしょうかね。飛行機定刻通りに出発いたします。必ず8番ゲート、1時25分までにお越しください。分かりました。ありがとうございます。無事チェックインすることができました。だいたい30分ぐらい待ちましたね。結構待ちました。今もかなり並んでますけどもね。こんな感じで可愛いネパール航空のロゴがついておりまして、カトマンズ行きということで、私ネパール行くのは初めてなので、ちなみに今回航空券片道で購入して、帰りもネパール航空なんですけどもね、3万5000円ぐらいだから往復で7万円ぐらいですね。高くもなく安くもなくって感じですかね。で今はこんな感じで並んでおりまして、結構まだまだ並んでおりますね。日本出国いたしました。 RA412 便ですね。こちら13時55分で定刻と言ってましたね。で今回面白いのがですね、別の便になるんですけれども、ウズベキスタン航空、こちらがねチャーターで今日は飛んでるらしいですね。こういったのもありまして、普段はウズベキスタン航空、関西空港から飛んでないんですけども、ツアーとかでね販売されてて、阪急とかが30万円とかね、ホテルとかガイドとか付きで今回販売しているようでした、先ほど調べました。では今からねちょっとゲートの前に、もう早速なんですけども行きたいと思います。ゲートの前に来たんですけども、ちょっと座ってたところ、あれネパール航空の CA さんとパイロットの方が待機中ですね。もう一発でなんかネパール、そこら辺のなんか国々の航空会社だなっていうのが分かると思うんですけど、もう多分あれはネパール航空なんでしょう。今回8番ゲートからカトマンズ行きということで、CA さんとパイロットで、私服の方がいろいろ話しておりましたので、おそらくネパールから関西空港に対応したパイロットの方と、CA の方は、この便で帰るみたいですね。往復っていうのはできないと思いますが、フライト時間はね7時間とかだったかな。結構ね距離はあります。飛行機はね残念ながら外から見ることはここからだとできません。翼があるじゃないですか、あれがネパール航空となるはずです。残念ながらこの角度でしか見えないですね。シャングリラクラスご利用のお客様は、お客様並びに2歳未満のお客様連れのお客様は、搭乗開始が始まりました。赤ちゃんとか子連れの方とか、あとはシャングリラクラスの、ビジネスクラスの方から、優先搭乗ということになります。Thank you. こちらがネパール航空。こっちからもあまりこうロゴとか見えないですね。飛行機の中入りましょう。もうビジネスとエコノミーはここで分かれるようですね。入り口は2つ。37K? What is the back window seat, please? Thank you. はい、それではナマステというね挨拶でお出迎えしてくれました。おそらくパイロットの方も挨拶してくれてといいますか、すごい珍しいですね。今時
パイロットの方は、ね、あの出発前の業務をしていることが多いですけども、飛行機の中に入りました。エコノミークラスに関しては242っていう座席になるんですかね。後ろ後方は23になってまして、まあ、飛行機はこうね細くなってますからね。それで窓側の座席に付いてはこんな風に2列になっているので、もしペアで旅行するのであればかなりありがたい飛行機となっておりますね。あ、今回でもそういった意味で一人でも楽ですね。あの横の人に乗りてもらえばトイレとか行けるわけですからね。3列だと結構きついですよね。それで今回のまあ飛行機に関してはエアバス A330-200 ということで、まあ、こちらの機種になります。マレーシア航空とかでも乗ったことある機種ですね。はい、というわけでこちらであのネパールの首都カタマンズに向かいます。それでまあディスプレイもこんな風なあの綺麗で、ちょっとまあ日本語対応しているとかだね、後でチェックしてみましょう。で座席自体もこんな風に拳2粒ぐらいあるんで、まあ、LCC よりちょっと広いかなっていうぐらいですかね。これ7時間のフライトなんで、まあ、これだったらなんとなく行けそうな感じがしますけどもね。そんなに疲れることなくどうでしょうか。はい、こんな雰囲気となっております。音楽もちょっとねなんか雰囲気あっていいですね。ギターのまもなくした出発でございますけど、お客さんほぼ満席で9割5分ぐらい埋まってますね。真ん中の席がちょこちょこ空いてるか空いてないかほとんど空いてですね。なので搭乗率はかなり高いです。今回の、まあ、アナウンスなんですけども、まあ、英語とネパール語になるのかな。なのでもうそれしかなくて日本語っていうのはないですね。日本人の司令さんとかがいたりとか日本語喋る方がいたりとかそういったことはないみたいです。I do hope that you'll enjoy this flight with us. Thank you once again for choosing Royal Palm Airlines and definitely hope you'll enjoy this flight with us.ちょっと出発が遅れてるみたいで、抵抗が1時55分なんですけど、今は14時12分ということで、もうちょっと時間がかかりそうですね。まあ、もうちょっと待ってみましょう。Namaste, ladies and gentlemen. On behalf of Nepal Airlines, we would like to welcome you on board this flight number RA412 to Kathmandu. Namaskar.नेपाल वायुसेवा निगमको यस उडानमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। उडान नियम अनुसार हामी यहाँ समक्ष सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी गराउँदछौँ। यहाँहरूको सामान माथिको सामान कक्षमा राखिदिनु होला। तान्नु पर्छ। उकाल्न बकलको माथिल्लो भागलाई उठाई तान्नु पर्छ।कृपया आफूले सो मास्क लगाइसकेपछि मात्र अरूलाई लगाउन मद्दत गर्नुहोला।安全ミリオに関してはかなり正当派なやつでしたね。うん、というわけで出発そうでよかったです。今は14時23分。ナマスカール。 Welcome on board Nepal Airlinesネパール語の後にまた英語でもありますね。あの字幕があったのでこれだけで思いましたけど。Your baggage should be stored in the overhead compartments. This aircraft has eight clearly marked emergency exits, four on the left and four on the right. Thank you for choosing Nepal Airlines.8月に就航いたしました。こちらのネパール航空で関西空港からネパールの首都カトマンズ行ってまいりたいと思います。まあ、トイレは至って普通ですね、はい、特に何か面白いものとかなんか置いてるわけではないですね。ただなんか香りがちょっとインドっぽいお香ですかね。そんな匂いがします。では座席に戻ります。
日本語にも対応してますね。まあ6言語しかないんですけど、それでも日本語があったりいたします。おお、これちょっとびっくりです。映画に関しては基本的アメリカのやつとかはもう英語のみですね。それでじゃあ日本語は何に対応してるのかと言いますと、邦画ですね。こちらはもう当然日本語があるということで、邦画はいくつか 3,4 本ぐらいあったりしますので、まあ日本人の方はこれ見てくださいなって感じでしょうか。でもまあこれだけあればまあ映画見たいって人もまあ、ね、洋画を見ることは英語で見る必要はありますけど、はい、まあ意義はないでしょうか。フライトは実質的には7時間ぐらいですかね、はい、それぐらいで関西空港からだとカトマツに到着するみたいです。寒かったのでブランケットをもらいました。家はもらいました。 LCC じゃないですか。荷物預けもまあ当然のように無料でしたし、そこら辺はやっぱり安心感はありますね。で USB ポートもちゃんとあるので充電することもできます。それで前の人がジャケットをこんな風にかけてますけど、これはちょっと初めて見ました。前の人もやってますけど、まあこれネパールで流行ってるのかなっていうふうに思うんですけど、ここら辺で流行ってるだけで全然あれですね他のところやってない、こんな風にまあかけられました。地域性といいますか、お国柄っていうところも出てきて面白いとも言えるんではないでしょうか。食事をぼちぼち開始ということでしょうか。ウェットティッシュをもらいました。ネパール航空のやつです。機内食が来ました。まあ、こんな感じになります。あ、OK。Thank you。はい、それで勝手に水も来ました。水はペットボトルではないんですね。また他になんかこうビールとかも、ね、提供されたり、それでビールはなんかこうエベレストっていうなんかやつで、ちょっとネパールっぽくていいですね。エベレスト、まあ、世界一高い山はネパールにあるんですよね。だからそれでトレッキングのために、まあ、カトマンズに行くっていう人も少なくはないらしいです。はい、そんなビールがあったりワインがあったりとか、でももちろんコーラとかスプライトとかね、そういったものもあります。まあ、それで機内食なんですけれども、まあ、面白いのがチキンかフィッシュかっていう風に聞かれると同時に、ベジタブルかノンベジかみたいな、ベジタブルじゃないかみたいな、ね、だからベジタリアンの方もかなり多いんでしょうね、ネパールっていうのはね。まあ、宗教上の理由だと思うんですけども、はい、それで私はノンベジタブルにしました。それで機内食の提供はだいたい離陸後2時間後ぐらいですかね、されましたね。ちょっとまあお時間を置いて提供という形になりますね。コーラもらって開けてみましょう。おお、カレーですかい。チキンカレーですね。あ、めっちゃうまそう。あ、うまそう、うまそう。これはうまそうです。まあ、これ関西出発なんで、おそらくまあ関西空港で、まあ、作られたものだと思うんですけど、結構うまいですね。機内食を作ってる会社っていうところは、横の人はね、ベジタブル食べてるんですけど、それも結構美味しそうで、カレーですね。どっちにしろカレーっていうね。やっぱりここら辺の地域はカレーがよく食べられているということでしょうか。インドと同様に。ではいただきます。お、結構濡れてますね。まあ、ちゃんと手も拭いておきましょう。はい、というわけでパンもゲットしました。ではいただきます。まあまあ、あ、米もこんなパサパサです。日本の米とは違いますね。もう米が現地のやつですね。なんか匂いがジャスミンの香りといいますか、ほのかに香りがして、なんか最初はめちゃめちゃね、美味しい美味しい食べるんですが、後で2日3日食べると、あ、気持ち悪いみたいな変わっちゃうやつです。わかりますかね。でもカレーとはよく合いますね。カレーはうまい。チキンカレー、うん、こんなのもあったで、コーラ、ちょっと常温っぽいですけど、まあまあ炭酸もあってぼちぼち。ヨーグルトも、ほのかに砂糖が入ってるヨーグルトですね。まあ美味しいですね。全然日本で売ってるやつと同じです。あとはまあデザート、ケーキということで、これも美味しそう。
想天外なものではないですね。どっちかというとこの帰りがね、あのネパールの、まあ、カトマンズで作られたやつだと思いますので、そっちも楽しみですね。というわけで、まあ、こんな感じのネパール航空の機内食となっております。食事食べ終えたんですけど、今だいたい上海ぐらいですね。本当にこうやって見ると、あのネパールっていうのは日本のちょっと横、もうほとほぼ真横ですね、あるんですね。この地図で見るともうちょっと下に行くのかなっていうふうに思ったんですけども、ネパールと日本はね、あの時差がね3時間15分、そう、微妙な15分っていうね刻み方をしてるんですけども、あんまりないですよね。半とかでもたまにありますけども、15分ってその単位に使うみたいなね、あの時差が大阪と、まあ、あのカトマンズの間にはあります。やたら、まあ、エベレストのね水をアピールしてますけども、まあ、ボトルでくれるわけではないみたいですね。水が欲しくなったらその度に、まあ、CA さんにお願いするという感じで、あんだけちょっとねでっかいボトルがドドンとなんかカートで運ばれているのがちょっとシュールだなっていうふうに思ったりもいたしました。先ほど言わせてたんですけども、映画はね、あのハリウッドとこう日本語の邦画以外にもちょっとなんかこうローカルっぽいやつもありますので、こういったのを見るのもいいかもしれないです。英語も対応してないですけどね。インドは、ね、映画好きっていうふうに言いますし、ネパールもおそらく映画好きな方が多いんじゃないかなっていうふうに勝手に予想しますけれども、横の人がエベレストの先ほど言ったんですが、あんなやつです。ちょっとなんかネパールっぽくていいですね。残りまあ3時間ぐらいということで、今回本当にもう日中のフライトなので、まあ、私も2時間くらいは寝てたんですけども、なんだかんだ言って起きちゃって、どうしようかみたいな感じになってますね。でも航空自体もまあとてもなんか穏やかで、狭いってわけではないので、ね、YouTube でダウンロードしてた動画とか、そういったのを見てたり、リラックスしてるような感じですかね。今回のまあお客さんのそうなんですけども、もう9割ぐらいがネパールのまたはインドの方ですかね。個人でネパール行かれる方っていうのは日本人はちらほらいらっしゃいますけども、圧倒的に少数派ですね。ネパール航空っていうのはもうネパール人のための路線なのかなというふうに思ったりもいたしますね。まあ、それでネパール人皆さん、あの日本でお知り合いの方とかいらっしゃいますか？日本のこうインドカレー屋とかのね、あの店長とか意外とこうインド人じゃなくてネパール人だったり、まあ、するですよね。なのでなんかそういったネパール人の方が使ってたりするのかなっていうふうには思ったりもしますけど、結構でも皆さんの身なりとか見ると、日本でなんかビジネスして成功されてるような方々がなんか多いんじゃないかなっていうふうに思ったりもいたしますね。今回ね、あの残念ながら機内情報しかないんですよね。これあの地球の歩き方ですネパールで使いましたけどもうないんですよね。はい、というわけでね、どんな路線があるかっていうところはね、ちょっとねここでは紹介することはできないんですけども、まあ、ここら辺にちょっとなんか出せるのであれば出しとこうと思うんですけども、ネパール航空っていうのは成田空港とか羽田空港には就航してない航空会社で、関西空港が初めてとなるんですよね。チャーターとかで飛んでたことはあるみたいなんですけども、そう、関西空港の定期便が飛ぶということで、まあ、それはどういった理由があってか、距離の問題か、まあ、そちらの方にネパールの方がたくさん住んでて需要があるのか、ちょっとそれは分かんないんですけども、とりあえず関西空港にまあ就航しております。それでネパール航空でそこまでねたくさんね飛ばしてる航空会社でもないんですよね。なのでまあ関西空港っていうのは下手したら一番遠い路線かもしれないですね。カトマンズが飛ばしてるやつでね、3時間ぐらいしたらまあネパールに到着ということで、まあ、この地球の歩き方とかね、さすがにちょっとネパール全然知らないんで勉強をねちょっとしておきたいと思います。これは関空で買いました。男性の CA の方もまあ何人かいらっしゃるんですけれども、男性の方はスーツ姿で、パイロットの方と見分けがつかない制服ですね。中国とかもそんな感じですけど、まあ、昔はどこの航空会社もそうだったんでしょうか。それであと1時間40分ぐらいでまあ到着ということで、横にねずっと行くかと思ったんですが、こういうふうにちょっと下に行ってこう行くというふうに、まあ、多分あのカトマンズの空港もそうなんですけども、高地らしいんですよね。なんか 1500m とかそれぐらいあるということで、エベレストとかもあるんでね、あんまりここら辺で飛行機飛ばないという話を聞いたんですけど、今ミャンマー
でもう少したらこうインドの飛び地、それでバングラデシュがあってネパールということで、なんかだいぶ近づいてきましたね。ここら辺がまああのインパール作戦の、まあ、インパールですけど、だんだんこうなんか日本から馴染みのないとこ行ってるんで、ちょっと緊張感が自分の中でも出てきましたね。正直ね、もうここの飛行機の中は完全ハワイっていうのもありますけどもね。水が多すぎるということで入れ直してくれてます。微妙に細かいです。 Thank you。今回はベジタブルに話してみました。どうでしょうか。結構飛行機がうるさくなってきましたね。なんでかな、まあ、とりあえずは窓を開けてみます。お、シンプルですね。はい、というわけでこちらがベジタブルになります。でも美味しそうですね。いや、半分がチョコレートケーキですね。あとは卵焼きかな。でもなんかいい匂いします。ケチャップもありますし、あとなんかジュースを結構パンパンに入れてくれる傾向があるような気がしますね。ケチャップは結構濃いケチャップですね。じゃあジュースします。ジュースはちょっとまずいですね。なんか 100% 果汁とかそういったのではないですね。ファンタをの炭酸なくしたみたいな、そんな感じです。いや、こちらはい、ケチャップととても合います。ケチャップはうまいです。あとはまあケーキですね。うまいけどなんかさっきとはあんま変わんないような気がするな。さっきのケーキを半分に割っただけじゃないかっていうまあ美味しいですけどね。でちょっとあったかいですもんね。レンジでチンしたんでしょうね。夏バッテリー、これはもうネパール豪雨特製のやつですね。ピーナッツ、しかもでかい。バースプレイスオブブッダだ。そういう風にブッダが生まれた場所がネパールなんだ。正直ちょっと知らなかったです、それは。そうなんだ、インドではないんですね。あ、中でもそんなあれですね。日本のポテトチップスと一緒ですね。空気だけが一番入ってるやつです。あ、これはうまい。ほとんど塩がなしです、ね、ヘルシーです。まさか2回目の機内食出るとは思ってなかったんですけど、まあ、7時間半なんかなんでね、2回出るという感じで。東南アジア路線、まあ、日本から例えばバンコクとかタイ航空だとかだと1回機内食でもう1回ハーゲンダッツとか、それぐらいの感じだったと思うんですけど、まあ、ここぐらいまで来ると2回機内食が出るみたいですね。2回目のトイレ先ほど行ってきたんで、横の人がトイレ行ったんで、それまた違うトイレに行ったんですよ。後方に2つあるんですよね。それでね、1回目の時は行かなかったんですけども、なんかね、こう洗面台トイレのあそこにね、痰みたいなのが溜まっててね、わあ汚いなっていうのを思って、それもう一つの方行ってみたらね、同じようになったんですよ。だからちょっとね、ネパールの人なのかな、なんかそれ痰を出して、しかもそのまま流さないっていうね、洗面台で。ちょっとトイレは気をつけないといけないかもしれないです。あれはちょっとどこの航空会社で今まで見てないことなくて、ちょっと見るに耐えないですね、私でも。だからちょっととてもそこは映せてないんですけども、ネパール航空乗る人がいるかって話なんですけども、もし乗るのであればちょっとそこら辺、まあ、見てみてください。今インド上空なんですけど、だんだん街が見えてきましたね。川とかですか、まあ、でも自然がいっぱいですけども、はい、それでもまあ地上が見えてきました。あと20分ぐらいで到着予定ですね。ここまで来れば分かりそう。あとちょっとで到着です。インドからこう、それでここがエベレストですよ。もうエベレスト近くですよ。いや、関西空港からエベレスト近くまで来れるのすごいですね。結構ネパール航空は荷物について厳しいですね。私のでっかいカバン、パソコンとか入ったやつだと、まあ、NG ということで CA さんが上げてくれました。それは親切ですね。横の女性の方だと、まあ、ギリギリ OK らしいですけど、僕のやつはちょっとはみ出してたんですけど、それでもダメみたいです。あんま言われたことないですけどね。あと3分で到着なんですけど、この山すごいっすね。いやー、山の国だなっていうふうに思いますね。直前までこんだけ激しければ、もう仮に墜落したらかなりの確率で
まあ、助からんでしょうな。山にも結構建物家もあったりして、わーすごいですね、ネパール。日も落ちてきましたけれども、だんだん奥にあってっかい山があるんで、あれがヒマラヤ山脈なのか分かんないですけども、でも高い山がありますね。やっとここら辺になるとちょっと落ち着いてきましたね。久々のまあ外資系の長距離戦、まあ、長距離戦と言っていいでしょうだったんですけども、座席自体はそこまで狭くもなくて、あと3列シートではなかったんでね、あの全然プレッシャーとかなかったですけど、最近そういえば、ね、日系しか乗ってなかったなっていうふうに思いましたね、うん、そういった意味ではダメだなと思って、ね、長距離戦の外資系乗らないとなっていうふうに思いました。久々のこうネパールでなんかちょっと初心にあの帰った気がしますね、うん、冒険感がすごくあります。密集してますね、車の光もすごい。कप्तान विजय लामा तथा अन्य उडान कर्मचारीहरू यस नेपाल वायु सेवाबाट यात्रा गरिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै बिदा माग्दछौ। नमस्ते। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वी हैव ल्यान्डेड एट त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट इन काठमाडौँ। वी डू होप दैट यू हैव एन्जॉयड दिस फ्लाइट विद अस। कैप्टन विजय लामा एंड द एंटायर क्रू वुड लाइक टू थैंक यू फॉर फ्लाइंग नेपाल एयरलाइंस। नमस्ते एंड होप टू सी यू अगेन। ここにある小型の飛行機はエベレストまで近くの町に行ったりとかするやつですね。ああいったやつもそうですね。プロペラ飛行機、ボーディング率とかそういったのはないのか、多分全部置き止めかな、うん、ここに止めるみたいですね。キャプテンさんのスライスプロスチェック、Thank you。ちょっとフライング気味で皆さんもう荷物を上げてますね。カトマンズの空港に到着いたしました。厳密に言うとね、トリブーバン国際空港、こちらに到着いたしました。もう外真っ暗でできればね、まあ新しい国に来た時はできれば昼とかがいいんですけどね、まあでもこの便しかないので仕方ないです。まあ、この音楽聞くと結構日本とでもなんか三味線と近いような気がしますけどね。それで Thank you for flying with us というなんか若干このやっつけ感。ナマステ。後ろから出るタイプですね、珍しい。うっ、やっと飛行機見ることができました。はい、目の前には大韓航空があります。おお、大韓航空就航してるのか。あ、ちゃんと前からもあれなんですね、行けるような。全然そこまで大きくないです。飛行機が少ない、これだけしかないんだ。ウェルカムネパールということで到着いたしました。今からね、ネパール入国するんですけど、ネパールは実はビザが必要でございまして、まあ、空港で取れるんですよね。なんか米ドル払って25ドルかそれぐらい払ってビザゲットして入国することになります。おお、それしてもこれ見ただけですごい息苦しくなりましたね。それでは入国いたしました。この中でセルフィーポイントということでせっかくなんで撮ってみましょう。では行きます。荷物取り。ちゃんと払えてましたね。うわ、かっこいいですね。最近あとカンボジア、他にはタンザニアぐらいしか持ってない。本当でもビザね、いらない国は増えましたよね。だからこうやってもらえるところはあれ珍しいですね。まあお金はかかるんですけども、30ドルとか。おー、出たらもう人だらけですね。なんか到着ロビーっていうのがないですね。こっからどうするんだって話ですけども、両替とかも ATM でしたいと思ったんですけど、これできねえな。とりあえず、まあ、到着いたしました。もうちょっとあっち行ったら落ち着くのかな。
ネパールとりあえずカトマンズ到着いたしました。すごい人ね、タクシーもどうかみたいな感じで言われてるんですけども、歩いて行ける距離 の、 あのホテル予約したので多分大丈夫だと思います。ちょっと思った以上になんか放り出されて、おお、ここからまた一人で旅行するのかって思うとちょっと寂しい気分もありますけど、とりあえずまあ快適に、ね、旅行することができました。それで入国もねすごい簡単にすることができまして、まあ、ビザはね3500円払いました。円で、なぜか円でって言われて、いや米ドルで働いたいって言ったんですけどね、いや円でみたいな、横の日本人の人にも3500円とか言ってたんで、まあねみたいな感じ、仕方ないな、めんどくさいなと思いながら3500円払いました。あったんで、まあ、30ドルの方がねそっちはレートがいいんで、まあ厳密に言えばそっちで払った方が良かったと思うんですけどね。なんかクレジットカード払えるってプラス1ドルで書いてたんで、まあ、それもねロゴ書いてたんでクレジットカード最初払おうと思ったんで、それはなんかダメとか言われて、なんかちょっとうまく機能してなくて、まあ、入国管理の方も不愛想と言いますか、こんな空港ってなかなか見ないなって、今時、昔は結構あったりしたんですけどね、なんかちょっと懐かしさを感じるこのネパールカトマンズの入国でございました。まあ、というわけで、ね、今回ネパール航空で大阪からここにドンと来たわけですけど、こんなところって言ったらですけどね、ノンストップでこれなんてやっぱすごいですよね。なかなかない路線じゃないですか。週3から週2になったらしいんですけどもね、まあなくなるか、ね、ちょっと心配はしてたんですけども、まあまあまあ今回はほぼ満席だったんでなくならないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね、ネパールの方にかなり需要があるようです。またもしかしたらこう日本人のツアーとかでそういったので乗られる方もいるかもしれないですけど、今回はいなかったですね。もちろんこちらの滞在期っていうところもお届けしようと思ってますので、まあ、楽しみにしていただければと思います。まあ、この動画面白かった、役に立ったっていう人はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってます。フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じでちょっと目線を感じますけども、今気づきました。はい、動画終わりたいと思います。なんかこの動画切ったらすごいなんか勧誘されそうな気がするんですけどね、そんなことならないことを祈ってますけど、まあ、とりあえずはなんかネパール良さそうな国なのかな、こんな感じで終わります。それでは、はい、はい、